皆さんこんにちは。パーカッショニストのサミーです。おいえー。パーカッションリサーチということで、今回もサミーの独断と偏見により選んだ打楽器を一つ、二つ、三つと紹介していきます。おーす。ということで、今回紹介する打楽器は、こちら擬音楽器。擬音楽器。すいません。打楽器じゃなくて、笛なんですけど、おーす！今回も ACME の笛ちゃんたちを紹介します。今回はですね、鳥ではなくて擬音楽器ですね。なのでこの形状でどんな音がするのか想像もつきませんね。こっちは想像つくかな。こっちは想像つかないんじゃないかな。こっちはね、ACME スライドホイッスル、こっちが ACME サイレンホイッスルです。ではどんな音がするのか聞いてみてください。次にマイクにリバーブを乗せてお聞きください。今回はマイクにこのエフェクターをかませてお届けします。聞いてください。Thank you.
さん、どうでしたか？なかなか面白い音が鳴っていたんじゃないかと思うす。もう、オスとか、そのキャラクターいらないから。もういい。おーす！いや、しつこいよ。もういいか。おーす！おーす！おーす！おーすいません、皆さんお騒がせしちゃって。すいませんね、ほんと。改めて、どうでしたか？面白かったでしょ。今回ね、生音、マイク、エフェクター、この3本でね、行ってみました。サミーはね、たまにね、マイクにエフェクターかませて使うんですけど、その時ね、楽器がね、いい方向に行く場合と、いやー、ちょっと、予想とは違ったけどいいんじゃないっていうパターンと、いや生音だなっていうパターンのね、3つになるんですけど、今回はその最初のいい方向に行ったんじゃないかなと思います。そんな笛 ACME、 都内の楽器屋さんにあるんですけど、鳥笛がね多いかな。擬音楽器になるとあるんだけどないことの方が多いかな。なのでね、サミーのおすすめはインターネットでふわーっと検索していただいて手に入れていただくのが一番いいんじゃないかなと思います。ということで、今回のパーカッションリサーチ紹介楽器は擬音楽器、おーす。